メッセージが届いてたな。おいおい、うちの店であんまり勝手なことすんなよ。大丈夫だよ。ストレアは何してるんだ？それってもしかして。そうだよ、サッチンに教えてもらって ALO でもできないか試してるの。何を教えてもらったんだ？僕たちの時代には AR テクスチャーを使って現実の衣装を自由に変更して見せられるんです。 AR 技術自体は昔からあるから、キリトさんたちも似たようなものをご存知だと思いますけど。ああ、現実で洋服買うときなんか試着の手間省くためによくそういう技術が使われてるな。最新のやつだとマーカーなしで動く人間に AR をぴったり乗せられるんですよ。へえ、大したもんだな。現実でできるなら ALO でも簡単にできるはずでしょ。だから似たような装置を用意してみたの。え、ストレアがそんなことできるのか？うん、簡単だよ。着せ替え操作を応用してこのステージ上のアバター全員に一斉に指示するようにするだけだし。え、でもそれって。大丈夫大丈夫、同じパーティーメンバーに限定するって制限はつけてるからさ。見ず知らずの人が偶然このステージに上がっても問答無用で品目なんてことしないよ。うん、そうか。じゃあ早速実験してみよう。え、このステージに乗ればいいの？うん、まあ面白そうじゃない。奇世界遊びね。さっさと終わらせてくれる？きっと楽しいですよ、シノーさん。全員でステージに登るなんてアイドルのライブみたいだね。私はむしろストレアがこんなもの作れたことがびっくりだよ。ストレアさんの裁縫スキルや着せ替えに対するこだわりがどんどん進化してますよね。じゃあみんな準備はいいかな？あとはキートとハルユキよろしくね。私もステージに上がるから。ここを操作すればいろいろと衣装を変えられるよ。の、うん、じゃあ始めるぞ。なるほど、確かにこれ面白いな。ですね。パーティー全体の配色とか変えて組織としての統一性出したりできますし。ああ、一人一人変えるだけじゃなくまとめてできるから時短にもなるしな。確かに面白いけどなんだか着せ替え人形にされてる気分だわ。キリトくん、そろそろステージから降りていい？ああ。あ、最後の行のこの衣装まだ着せてなかったな。どれです？これこれ、アニマルファースーツ S。 S ってなんだ？それってもしや、キリトさん目を閉じて。何よこれ。目を閉じてて何もできないので早く元の衣装に戻して。どう、キリトくん、あんたね、どういうことか分かってるの？その衣装を選ぶなんてキリトたちも好きだね。違うんだ、不可抗力だって。言い訳無用、そこに土下座なさい。
キリトさん、頑張って。ハルユキくん、あなたもよ。ハルユキ、ここは男同士、何も言わず付き合ってくれ。そんな、僕は見てないのに。ちなみに、あの S って。はい、セクシーの S だと思います。そこ、黙りなさい。はい、はい。